はい、では生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面禁止的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝7時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日5月14日火曜日です。現在時刻7時26分です。本日最高気温28度、最低気温23度で晴れ時々曇りです。降水確率 20% 以下なので、まあ折りたたみ傘必要ないかな、傘なくても大丈夫かなという感じの天気になりそうな感じです。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは19円99銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時27分です。 BTC USD の価格は62,843.30でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、昨日の夜トークアワンで、チャッハンとオパックなで水道管が破裂し、グランドフロアに住んでいる人たちが大変だったようです。昨日の夜起きた事故で、道がね、黒い茶色い水の泥水で川のような状態になっている様子が動画で上がっていました。グランドフロア、日本でいうところの1階に住んでいる人たちですね。その人たちの家の中にはもうほんと水がたくさんなだれ込んできていて、もうね、書き出しても書き出す先が、まあ、その、なんていうか、入り口の方に書き出していきたいっていうか、そこしか、まあ、唯一書き出せる場所がないんですけど、そこから水が流れ込んでくるので、もう書き出すこともできなく、どうすることもできないみたいな状態の動画が上がっていました。昨日の夜のうちに水道管は止めてもらえたようなので、よかったみたいなんですが、もう道は大変なことになってますし、香港でね、グランドフロアに住むっていうのはね、結構危険なことなんだなというふうに感じました。今朝もバスの停車駅に影響が出ていたようで、私が乗ったバスも何箇所か止まらなかったみたいなことが書いてありました。皆さんもね、まあ、気をつけようがないんですが、気をつけてお過ごしいただければと思います。さあ続きまして、すき焼きや寿司の食べ放題の店、肉さという店がコーズウェイベイのタームスクエア付近にグランドオープンしたようです。なんか値段はレベルがあって、なんかレベル1から3は90分の設定で、レベル1は大人228ドル、子供138ドルで、主にアメリカ産のビーフに、日本産の豚肉や鶏肉をはじめ79品から選べるようになっていたりとか、レベル2だと358ドルでアメリカ産ビーフの部位が少し増え、89品から提供するメニューにレベルアップすると、レベル3は398ドルと、なんかどんどんね上がっていくような感じになるんですが、レベルが上がっていくことにね、どんどん高級な品が現れてくるということで、レベル5では4人以上で予約すると伊勢海老もなんか提供されるみたいですね。さらに100ドル追加すると仙台和牛も注文することができると、まあいろいろとね、レベルアップしていくとできるようになるんですが、金額もどん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 レベルアップしていくということでね、まあまあ金額としてはね、すごい金額になるんじゃないかなと思うんですが、食べ放題というところがいいですよね。たくさん食べられる方はね、ぜひ行ってみて見るのもいいんじゃないかなと思います。デザートはね、アイスクリームやクリームビューレ、わらび餅やポップコーン、わたあめまであるということでね、なかなか面白い、食べ放題メニューなのではないかと思います。またお昼限定の食べ放題メニューもあって、大人が108ドル、子供が88ドルということで、アメリカンのアンガスビーフや日本産の豚、日本の鶏から一つ選び、その他ショートケースからドリンクや食材が76品食べ放題になっているということでね、まあ、お昼行くのもね面白いんじゃないかなと思うので、ちょっとね私はねお昼一回試してみたいなと思うんですが、もうこのお店ね4月の30日だから、もうそろそろ半月ぐらい前の話なんで、ちょっとニュースとしては遅れてしまったんですが、ぜひね皆さんもね興味あればね一度行ってみてはいいんじゃないかなと思います。概要欄の方にね、この肉さというお店の、オープンライスのね情報貼っておきます。見ていただければと思います。ということで、本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価でもいただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね、バイバーイ。